どうもマイクレッドンズです、先日ねニコニコ生放送、LINE ライブでちょっといろいろちょいと発表ありましたけど、なんとマイクレッドンズ急遽シングルリリースいたします。曲タイトル、はい、リメンバー。今のところまあそうね、今のところリメンバーってタイトル、サブタイトルまだつくかもしれない。出た得意のリメンバーメストリメンバー、こちら、和也君限定発売ですね。どちらが限定だったんですか。ですね、今回はですね、急遽、まあ、ジロさんが見込みがあったのでそのアイデアをちょっと原価しようかなと思いまして、春から始まるインテルタクションオブジアンフィンストストーリーというツアーがあるんですけど、そこの会場の初日からファイナルまでという期間限定、期間限定、枚数限定、枚数限定、会場限定、会場限定のシングルを出そうと思ってます。今回のシングルはですね、アルバムに入るバージョンとはちょっと音質的にちょっと違うと思います。あとは、おそらくカラオケバージョンがあって、それ多分これでしか書くことはないと思います。という感じで、リメンバー発売しますのでね。ただ、携帯についても言ってもいいんですよね。どうでしょう、はい、ゼロ君携帯、はい、そういうパターンで発売するって感じですね。そうですね、1個は、まあ、本人のみ、リメンバーのみ、1個は、そしてもう1個は、なんかこう、限定セット、そうですね、限定セットで、リメンバーと、まだちょっと今、考え中ですけど、ね、内容はちょっと考え中ですけど、まあ、その、リメンバーのみの方は、その期間の、シェフのライブどこでも買えるんですけど、うん、その限定セットの方は、ワンマンの公演でしか買えないですね。うん、アルバムを先行予約できる券、はい、先行予約と、リメンバーと、そして、まあ、それに付随したちょっとグッズ、これもそれのつもりでしか、はい、ですよね、それでしか買えない、買えないグッズセット販売3つ入った、セットのやつと、あとリメンバー単体です、っていうのも販売されますので、ぜひぜひ皆さんね、ライブに来てこちらはゲット、ライブに来ないとゲットできないので、ツアーが5月2日新横浜ニューサイドビーチから、6月の赤羽レニーまでファイナルまで行う期間の、ライブで演じております。ライブ始まりますけど、浜田君、はい、どんなツアーにしたいでしょう。そうですね、まあファイナルが赤羽レニーじゃないですか、うん、まあ、僕が入って一番最初のライブがレニーだったので、まあ、なんていうかそこに向かってこう上昇する感じを作っていきたいですね。ああ、そうですね、ちょうど1年、ちょうど1年早いね、経ちますんで、そちらのレニーの方にも、ね、皆さん遊びに来ていただけたらと思います。まあ今ちょっと暗いニュースが飛んでおりますけど、ライブはね、もう明るく元気にもちろん行きたいと思っておりますので、皆さん、頑張ろう日本頑張ろうはい、リメンバー発売しますのでお楽しみにしててください。ということで、マイクレッドンズでした。